運転手っていう仕事って、まあ、やっぱもちろん好き嫌いでね、かなりの辛さというかね、楽さ辛さというのが変わってくると思います。自分は運転手というか運転が好き。ね、言ってみれば暴走族の時も運転が好きで整備は全然やらなかったんですよ。運転が好きなやつなんですよね。で、この運転手も運転が好きなわけだからすごく向いているところがあるんですけど、これ逆に、運転嫌いな人だとめちゃくちゃ多分ストレスになると思います。もちろんね、ラジオ聞いたりだとかオーディオブック聞いたりだとかそんなのは全然自由だし、何してもいいんですよ。でもやっぱりね、何かにすごく集中して職人さんみたいな感じの人だとすれば絶対にというか合わないと思います。そうするとめちゃくちゃ辛いことになると思いますね。